皇子は皇室天範において、皇位継承順位第一位の皇族を指す故障。現行の皇室天範では、皇子のうち、在位中の天皇の皇男子である者には、皇太子、皇孫である者には、皇太孫の称号を付している。第126代天皇特人在位中の皇子は、その皇帝にあたる秋篠宮文人新郎であるが、 皇室天範には皇帝である者にスメラフ等々との称号を付する定めがないため、秋篠宮文人親王に対しては、称号的な故障として皇氏が用いられている。詳細は、皇太子日本の皇太子を参照古代、大王くらいの継承は不安定なものであり、有力な大王位継承者には、体系という称号こそ与えられたものの、体系は必ずしも一人ではなく、 大王位継承をめぐって、皇族の対立が起きることは珍しくなかった。律令制においては、皇位継承順位を明文化していなかったため、天皇の御子と皇帝というように、やはり皇位継承をめぐって、しばしば権力闘争が起こった。これを防ぐため、天皇は在中二律大使や律太孫、律夫等々として、皇子を定めるか、上位少女に皇子を明記して安定的な。 皇位継承を行った。さらに、摂関政治期や陰政期には、天皇の外籍である藤原氏のものや、自天の君である上皇の意思で皇子が作立された。皇室天般大苦情皇子精神若いは未定の富士の、重官ありまた派重大の事故ある時派皇族会議、及び、数密顧問に始順姉妹数上に入り継承の順序を、変え振ることを得道大従上天皇法するとき派。 皇室戦争史粗の神事を受けたまわりく、県政史上初は昭和天皇の弟の秩父宮洋人親新が皇子となった時であるが、その後に昭和天皇に御子の秋人親新が誕生し、陽人親新は皇子で亡くなった。皇室天範には下記のように記述されている。皇室天範第三条皇子に精神もしくは体の不治の循環があり、 または重大な事故があるときは、皇室会議の儀により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。同、第四条天皇が報じたときは、皇氏が直ちに即位する。同、第八条皇子たる御子皇太子という。皇太子のないときは、皇子たる皇孫を皇太孫という。皇籍離脱は不可になり、皇族費が定額の三倍となり、闘宮職が、 担当職員、東宮大部が担当統括者になり、外出の呼び名は、おなりとなる。講師となった、秋篠宮文人新納2017年6月に、交付された天皇の退位等に関する、皇室天板特例法に基づき、2019年4月30日に、第125代天皇秋人が退位し、翌2019年5月1日に、 第126代天皇徳人が即位したのに、伴い、秋篠宮文人親王が皇子となり、故障は、皇子秋篠宮殿下、秋篠宮皇子殿下、皇子殿下とすることが想定された。そして、秋篠宮及び秋篠宮家には、家政機関である皇子職がつき、東宮職と同等の待遇が与えられた。皇位継承に伴い巫女以外の皇族が皇子と、 なるのは、秩父の宮洋人氏新能が1933年に誕生するまでの間以来86年ぶりで、現行の皇室転半の下では初めてである。政府は、文人親王が、皇師になることを広く、国民に明らかにする、国事行為の立皇師の例の時期などについて、内閣官房や、 儀式の事務を担う区内庁が大連委員会を設けて検討した結果、2019年10月に、近城天皇が即位を内外に宣明する即位礼正殿の儀に臨んでからおよそ半年後の2020年4月に、皇居宮殿正殿、末の間で行う方向となり、調整が進められた。しかし、2020年初頭より、世界的に新型コロナウイルス感染症が流行したため、 日程は延期された。2020年11月8日に立講師の例が行われ、秋篠宮文人親王の立講師が内外に宣明された。なお、令和の言語が発表された2019年4月1日の翌2日に厚生労働省の委託により新しい手話を考案している全国手話研修センターの日本手話研究所により、令和と共に講師を表す手話が発表されている。 ありがとうございます。